ではですね、ハンガリーの、ね、ブダペストにいます。でブダペストの、中央市場ですね、今散策しているところです。あ、見て結構意外に予想以上に綺麗ですね。野菜とかあとね、肉とかね、果物ね、魚の間見てないフォアグラなんか持ってるんで、ね、ちょっと見たいですね。でこれがオリーブね、1260、1キロで1260にして大体500円ちょっとか、600円ぐらい。でこちら野菜売ってます。あ、こう見たらサラミだね、うん、ソーセージとかね。あ、これリバー。これが野菜と果物で、向こうはなんだね。お茶かな、うん、結構広いですね、うん、まあいろんなものが売られてます。でそこまでね、不利に合いそうになるぐらい混んではないんでね。で綺麗です。なのでね、来てみるといいと思いますね。そんなにこのハンガリー治安悪いわけじゃないんで、多分周辺諸国がいいと思う。例えばルーマニア、ブルガリアとかで、ね、でこれがサラミ。